西郷吉之助は、日本の政治家。西郷隆盛の嫡男である、西郷虎太郎の三男、すなわち流星の孫にあたる、公爵。妻は、徳川吉親の次女、春子と、斉藤義次郎の長女、広子。学習院を経て、東北帝国大学経済学科卒業。学習院時代の同期には、日中戦争で戦死した南郷茂章将などがいた。 祖父流星と同じく、堂々とした体育で知られた。公銀に入り、その後は、南方開発金庫の三次ジャワシ金庫業務課長を経て、貴族院議員から1947年、1947年、鹿児島県選挙区より、参議院議員に当選。以後当選4回。参議院議員時代は長らく、自由民主党に所属。 参院議員任期中の1951年の行政書士法制定には反対した。1954年には東京都港区芝に混流された西郷南州かつ改修会見の地記念碑の名分を記号している。第二次佐藤内閣では法務大臣を務めた。大臣任期中の1969年。 かつて GHQ 占領下で起訴された死刑囚の再審を規定した再審特例法案が提出されて廃案になった際に6件7人の死刑囚に対して御社の検討を表明し結果3人が無期懲役への減刑がなされたこの頃より手形を乱発して債務は当時で4億円近くまで膨らみ債権者が騒ぎ出したため最後はその頃エセ道は行為で羽振りの良かった 尾崎清光とつながり、施設秘書や在日朝鮮人、暴力団などを使って、議員会館内で、再建者に暴力や恐喝を行う事件を起こし、その問題は国会でも追及され、最後は自由民主党を離党している。1971年の選挙では、手形乱発事件の影響で無所属で出馬し、落選、1974年の選挙も、 自由民主党から出馬したが落選し引退。1986年、君移党局実大受賞受賞。1997年10月12日死去、去年91。後にも、西郷の秘書たちが立場を利用して入校する、船舶検査に手心を加えるよう各所に電話する、日々であった、などと月刊し、正論にて証言したり、逮捕習慣されていた。 暴力団員の刑の停止に力を貸していた、などの不義行為が暴露されている。ありがとうございます。